どうもこんにちは、グーです。本日は3月25日に PS5 で発売されたゴーストワイヤー東京のレビューをしていきます。バイオハザード4を手掛けたゲームデザイナー三上真嗣氏を筆頭に作られた PS5 専用タイトルとしていよいよ発売された本作なんですが、リリース以降実はかなり評価が割れています。圧倒的ディティールで再現された東京を探索できる素晴らしいオープンワールドゲームという評価と、単調な FPS アクションゲームという評価、両方が混在していて、期待通り面白いゲームだったのか、そうじゃなかったのか、判定が難しい作品になっているんですね。ちなみに Google 評価は正式発売前の 88% から若干上昇し、高評価 92%、 メタスコアもユーザースコア 8.0 を記録するなど、全体的には高評価が出ている作品であることは間違いないんですが、誰もが諸手を挙げて大絶賛しているような作品ではないのも事実だと思います。実際僕も本作を遊んでいて感じたんですが、本作は間違いなく独創性にあふれた素晴らしい作品という側面も持ちながら、圧倒的傑作というまでには届かないもどかしさやもったいなさも同時に感じてしまうようなタイトルでした。僕がそのように感じてしまった理由は大きく4つあるんですが、今回はそういった話を中心に本作をプレイした感想を話させていただきます。 PS5 をお持ちの方は購入を悩んでいる方も多いと思うので、ぜひ最後まで動画をご覧になっていただけると嬉しいです。また概要欄にゴーストワイヤー東京の Amazon リンクを記載しておりますので、まだ購入を検討中の方はぜひそちらの方ご活用ください。このチャンネルではプレイステーション系のゲームを中心にゲーム紹介、最新作レビュー、ゲームの歴史解説など様々な動画を上げています。ゲーム好きの方にとって有意義なチャンネルを目指して動画投稿活動していますので、動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは本日も張り切ってゲーム紹介やっていきましょう。まずは本作の概要から簡単に紹介していきましょう。ゴーストワイヤー東京はバイオハザード4を手掛けたゲームデザイナー三上真嗣氏が立ち上げたゲームデベロッパータンゴゲームワークスによる最新作で、人口が消滅した東京を舞台に冒険していくホラーアクションゲームです。同社が手掛けた全作品としてサイコブレイクシリーズが有名ですが、本作はサイコブレイクのような人を恐怖させるホラーゲーム感を前面に押し出すデザインではなく、ホラーテイストはあるものの、基本的には爽快なアクションゲームという側面を目指したデザインで描かれています。本作は謎の人口消滅が起きた東京のオープンワールドを探索し、まれびとと呼ばれる霊と戦いながら人口消滅を引き起こした組織とその謎を解き明かすという作品になっており、圧倒的ディティールで作り込まれた東京のオープンワールド、陰陽術のような呪文で戦うアクションゲーム要素、日本の妖怪や幽霊を題材にしたホラーファンタジーなどが非常に特徴的なゲームです。ここからは各要素について詳しく触れていき、本作の評価をより深く掘り下げていこうと思います。最初に触れていきたいのは本作のオープンワールドについてなんですが、まず率直に申し上げると、本作で完成された東京のオープンワールドのクオリティは圧巻の一言です。渋谷を中心に細部までこだわったディティールで作られた本作のオープンワールドは、初めてプレイした時に感動すら覚えるレベルの作り込みで、徹底的にリアルに作られた東京の街を独り占めして探索できる本作のデザインは、それだけで他の作品にはない特別感が存在します。東京の街を舞台にし探索ができるゲーム自体は数多く存在しますが、おそらくこれほどまでに東京の街をリアルにかつ細やかに再現したオープンワールドというのは本作がほぼ初だと思いますし、日本が世界に誇るメイフィールドである龍が如くの神室町や伊勢崎偉人町の他についにここまで作り込んだ日本の都市オープンワールドが登場したことに驚きを隠せないというのが正直な感想です。本作はこのとことん作り込まれた東京のオープンワールドをベースに、我々日本人には馴染み深い昔話の妖怪伝説などを絡めたサイドクエストを回ったり、神社を回ってフィールドの霧を晴らしファストトラベルポイントを増やしたり、日本由来の隠されたアイテムを見つけたり、犬を撫でて餌をあげてお金を掘り起こしてもらったり、化け猫が店番するコンビニや屋台を回ったり、日本の風習や伝承にちなんだ体験が多く散りばめられたオープンワールドとなっているんですね。それらは我々日本人にとっては親しみやすく、どこか郷土愛という感傷にも浸ってしまうデザインであると同時に、海外のユーザーにとっては日本の文化に触れながらオープンワールド探索ができる異国情緒にあふれた体験が待つデザインとなっており、プレイする人によって違った景色の見えるオープンワールドデザインが実現されていると言えます。本作のオープンワールドがもたらす感傷的かつ独創的な体験は間違いなく高く評価される部分であり、ディティール豊かな東京を舞台に和風ホラーファンタジーとして多彩な体験を盛り込んだゲームを作ろうとする本作の贅沢すぎるコンセプトは十分すぎるほどの完成度だと思いました。しかしその本作のコンセプトには高い評価と確実なリスペクトを感じつつも、そこには本作が微妙な作品だという評価をもらってしまう要因も潜んでいるというのが本作をプレイしていて感じたことでした。人口が突如消滅した東京という物語の設定の性質上、本作の東京のオープンワールドには生きた人間が一人も存在しませんし、人々が消え去った東京を探索するというのが本作の大きなコンセプトであるというのは先ほども述べた通りなんですが、それはすなわち本作のオープンワールドは人々が生活する風景や活性化した街並みなどが全く登場しないということになります。
オープンワールドのようなフィールドデザインでは特に当てはまることなんですが、ゲームをプレイしていて周りの NPC がブラブラと歩いていたり、いくつもの店が開いていて賑わっていたり、車がせわしなく行き交っていたりする様子が見られるのは、そのフィールドが生きた街であることを実感するために非常に重要な要素です。しかし本作はそのコンセプト上、街が生きていると実感できる要素はほぼ皆無に等しいものになっており、それが本作のオープンワールドの素晴らしさを直感的に理解する上で妨げになっていると感じました。言うならば本作にはグランドセフトオート5のロサンゼルス、龍が如くのカムロ町、サイバーパンク2077のナイトシティのような生きた街という分かりやすさが存在しないわけです。むしろ本作はその真逆、人々が急にいなくなった大都会という不気味さを表現しているのであり、路上に転がる衣服や持ち物からさっきまでそこにいた人の形を想像し、肉体を消失した NPC のサイドクエストを回る、まるで仮死状態の街を探索するような体験が描かれています。その部分にこそ本作の独創性や特別感は眠っているんですが、通常に見られる生きた街という都市型オープンワールドよりは本作のオープンワールドの魅力は分かりにくく、直感的に伝わらないものになっているのかもしれません。数々のオープンワールドをプレイしてきた自分にとって、本作の作り込まれた東京のオープンワールドの素晴らしさは苦しいほど胸に響くのですが、プレイする人によってはそのオープンワールドは本作の性質上まるでハリボテのように感じてしまうかもしれない。本作のフィールドデザインにはそのような印象を持ってしまいました。この部分は本作が描きたかったものとその完成度ゆえにハマれるユーザーを多少限定的にしてしまっている点であり、本作の評価を考える上で押さえておくべき要素であると思います。それでは続いて本作の戦闘アクション部分について触れていきましょう。本作は主人公の少年アキトが KK という謎の事件を追う刑事の男と体を共有することによって呪術を使えるようになり、水、風、炎といった属性攻撃や弓などを使ったスタイルを中心にバトルが展開されていきます。本作で敵となるマレビトは東京の街のあらゆる場所に出現し、中には百鬼夜行と呼ばれる大勢のマレビトが待つ異空間に吸い込まれ、全員倒すまで出れない要素が存在するなど、本作をプレイしている間かなりの部分をこの戦闘を行っている時間に費やすことになるわけです。そういったことを見ても戦闘は本作のメインとして捉えられているのは間違いなく、本作を語る上でこの部分の評価に触れないわけにはいかないでしょう。結論から先に言ってしまうと、本作の戦闘は独自性を確実に備えながら FPS アクションとしての完成度は若干の甘さも覚えてしまう出来になっていると感じました。本作の FPS アクションは指先から術を放ち攻撃するゲームプレイを主体に置いており、一定以上のダメージを与えればコア引き抜きと呼ばれる技で敵のコアを抜き取り浄化することができます。他にも即上と呼ばれるステルスキルのような技や、各属性によって効果が異なる強力なチャージショット、敵を一気にスタン状態にし術の使用回数も回復する絶対共鳴と名付けられた必殺技など、様々な能力を使用しながら戦うのが本作の戦闘の主軸であり、術式を駆使して戦うという本作にしかない独自性を感じられるアクションであることに間違いはありません。特にアダプティブトリガーと連動して発動するコア引き抜きなどのワイヤーアクションはかなり快感で、戦闘における直感的な刺激として非常にうまく機能していると感じられ、好評に捉えられる部分も確実に存在します。しかし本作の攻撃技は通常の銃による FPS アクションと違って、術が放たれてから敵に着弾するまで若干の時間差があり、アサルトライフルのような連射速度も当然備わっていません。そこにすばしっこい敵の動きが絡むことで攻撃の当てにくさを感じる上に、敵の攻撃力は難易度ノーマルでもそこそこ高いので、ゲーム序盤は操作感への違和感を拭えなかったのも事実です。また先ほど言ったコア引き抜きに関しては、コアを抜いている間に攻撃を受けると浄化に失敗し、敵のスタン状態も解除されてしまうのでストレスポイントになりやすいと感じました。そしてその戦闘自体も敵に攻撃を当て、敵の攻撃はガードやパリーで弾く、露出した敵のコアを引き抜くという非常にシンプルな構造に終始徹されているんですね。補助アイテムのお札などには敵に麻痺を起こしたりするものがあったりするんですが、それらを使わないと厳しいといった場面や、戦い方に工夫を求められる場面はほとんどなく、パターン化された戦闘を常に行いがちになる単調さが本作の FPS アクションにおける問題点です。序盤のストレスポイントの問題は、レベルアップしていくことで獲得できるスキルポイントによって攻撃範囲の広い術式や、敵に邪魔されずにコアを抜ける新技など強力な能力を次々と解放していくことで解消されていくので、その点はゲーム中盤以降気になることはほとんどありません。最終的に気になったのは戦闘パターンの少なさと、術を使って戦うというコンセプト以上の独自性が FPS アクションの中に存在しないということでした。これも本作が術をメインにして戦うという、これまで FPS ではあまり描かれてこなかったバトルデザインであり、そういった前例の少なさによる練りの甘さが垣間見えているのかもしれません。本作は先ほども言ったように戦闘がかなりの時間を占めており、序盤から強制的にバトルに巻き込まれることも多いので、戦闘に不慣れなうちは正直ストレスになりやすく、最終的に戦闘がとてつもなく面白くなるとも言い難い点は、戦闘パートの多さを考えた時に本作の至らぬ点だと評価されても致し方ない部分と言えるでしょう。
続いて話していきたいのは本作のストーリーテリングやホラー要素についてです。ここについても本作の評価を語る上で大変重要なポイントになると思うので話していきましょう。本作では主人公のアキトが KK と名乗る刑事の男と一体化し、東京の人口消滅を引き起こし、妹のマリをさらった般若面の男とその謎を追うという物語が展開されていきます。本作の物語は少年ジャンプのような物語と形容するゲームメディアもあったんですが、特別な力を得た青年とその力をもたらす男が同一目的のために協力し、異形の亡霊たちと戦う物語が進む中で、 KK とアキトの関係が発展し、般若の面をかぶった不気味な集団との戦いが激化していく、まさに日本の少年漫画のような分かりやすい物語となっています。そのストーリーテイスト自体の好みもはっきり言って分かれそうな本作ですが、それ以上に気になったのは本作のストーリーとホラー要素の噛み合わせ、相性の部分についてです。本作を手掛けた単語ゲームワークスは、バイオハザード4という超名作ホラーアクションを生み出した三上真嗣氏の会社であると同時に、サイコブレイクシリーズというホラーゲームファンの間でも名声高い作品を生み出すなど、ホラーゲームを作ることに関して業界内でも屈指の地位を誇る会社になります。しかし本作ではいわゆる王道のホラー、すなわち恐怖演出を前面に押し出し、プレイヤーに恐怖感や不快感を感じさせながら進んでいくホラーゲームではなく、恐怖演出はあくまで部分的要素として機能させ、妹を救うために立ち上がる勇敢な少年の戦いという物語に一変されていました。しかしあえて言うと、本作における部分的恐怖演出の箇所、フィールド内で時々起こる不気味な超常現象や登場する敵の絶妙なトラウマ的ビジュアル、そういったところの方が印象に残りましたし、それらはサイコブレイクやバイオ4で植え付けられた恐怖を瞬間的に呼び起こすほどのものでした。やはりこの会社が最も得意とするジャンルは恐怖演出を主とするホラーゲームであり、本作のようなホラー要素をあくまでテイストとして機能させつつ、アクション性に重きを置いたゲームは少々求められるものとイメージが違うのかもしれません。本作の主人公アキトはまさに勇気あふれる少年で、まれびとや巻き起こる超常現象に対して恐れる様子などをほとんど見せないんですね。現れる敵から逃げなければならないなどの場面も特になく、目の前の敵は徹底的に倒していくスタイルなので、ヒーローじみたたくましさを持ち合わせています。だからこそ単語ゲームワークスが用意した恐怖演出もかっこよさげでファンタジックな演出という印象にとどまり、その巧みなデザイン性が持つおぞましさとの相性に疑問を持ってしまうのです。もちろんこれまでずっと王道のホラーゲームを作ってきたので、今作に関しては方向転換をし、また別の側面を見せたかったという意図はあると思いますが、少なくとも僕にとっては単語ゲームワークスにはその得意とするデザイン性を前面に生かし、トラウマを容赦なく植え付ける圧巻のホラーゲームをまた作ってほしいと再認識させられる部分がありました。もちろんサイコブレイクのようなガッツリプレイヤーを恐怖に陥れるホラーゲームにしなかったことによって、プレイできるユーザー層が広がるというメリットはあるので、そういった意味では多くのユーザーに向けた PS5 用タイトルとして本作でミスターコレラの方向転換は正しいと思います。ですのでこの意見はあくまで僕個人の感想だというふうに受け取っていただければ幸いです。また本作のストーリーは主人公の少年アキトや KK への感情移入に一定の難しさがある点も気になりました。本作は東京に異常現象が起こり、主人公アキトと KK が一体化し力を使えるようになり、入院中の妹マリがさらわれるところからいきなり物語が始まります。主人公のアキトと妹のマリがどのような関係だったのか、過去に何があったのか、彼に協力する KK が抱えている事情などは物語を進めていく中で明らかになるのであり、もちろんその部分こそ本作のストーリーの一つの肝とされているわけです。ですが本作のストーリーには序盤のせわしなさがあると同時に、後々で情報を伏線的に回収し補足していくスタイルで描かれているので、その構造ゆえに主人公たちのことを十分理解するまでには必要以上の時間を要しています。本作には本編の前日譚である無料コンテンツ、ゴーストワイヤー東京プレリュードが配信されているんですが、そこでも主人公アキトについては語られないため、アキトがどういった人間なのか、妹と何があって彼女を救いたいと思うアキトの熱意にどう共感すればよいのか、プレイヤーと主人公の感情が早い段階で一致することは難しく、物語が淡白に感じやすい原因になっているのではと思いました。実際僕は本作をプレイしていて、どこかストーリーに引き込まれる感覚が足らない、そんな気持ちを常に抱いており、その理由は主人公の熱意にプレイヤーがついていかなければいけない物語にもかかわらず、アキトの人間性や心境を読み取り共感する決定打がなかなか見つからないと思ってしまった点にあります。その点過去作であるサイコブレイクでは、主人公セバスチャンは1でまずホラーゲームにおいて翻弄される主人公の立場に徹され、その中でさりげなく彼の妻や娘との間にあった出来事が描かれます。そしてそれが伏線となり、サイコブレイク2ではセバスチャンという人間に完全に焦点を当て、彼の家族と彼自身のための戦いが描かれていくんです。
故に1があるからこそ2の開始時点でプレイヤーのセバスチャンに対する理解も十分なものであるため、その物語は圧倒的にのめり込みやすく、セバスチャンへの感情移入もしやすかったのだと思います。本作はそういった意味でキャラクターたちに理解が追いつくのに時間がかかるため、彼らの行動や積極性にプレイヤーが置いていかれている感覚をどこか抱いてしまったんですね。本作のストーリーとホラー要素の使い方は単語ゲームワークスの新たな側面を感じられるものの、その混ぜ合わせ方には多少の荒さも見られると思いますし、その点はプレイヤーの熱中度にも影響を与える部分だと感じました。それでは最後に本作の総評をやっていきたいと思います。本作ゴーストワイヤー東京は冒頭にも述べた通り、大作になりうるポテンシャルを秘めながら惜しくもそこまで届いていないもどかしさがある作品であると感じました。その主な理由は以下の通りです。一つは東京を舞台にしたオープンワールドのディティール、完成度は素晴らしいものの、そこには生きた街という側面がなく、人によっては直感的に本作のオープンワールドのクオリティの高さを感じにくいかもしれないということ。二つ目は FPS アクションに関する部分に練りの甘さが垣間見え、序盤におけるストレスポイントが目立つだけではなく、終始単調さが付きまとうということ。3つ目は単語ゲームワークスの得意とする恐怖演出をテイストとして機能させているものの、本来この会社の力が存分に発揮されるデザインとは言い切れないこと。4つ目はストーリーに序盤のせわしなさがあると同時に、キャラクターへの共感を促す要素に決定力がなく、主人公をはじめキャラクターたちへの感情移入に時間がかかるということ。以上が本作をプレイしていて気になったところです。本作は和風ホラーファンタジーとしての完成度は間違いなく目を見張るものがあり、作り込まれた東京のオープンワールドを舞台に馴染み深い妖怪や伝承などにまつわる体験を提供している点はやはり高く評価されるべきだと思います。現代社会の喧騒が突如消え去った東京と怪奇現象が待ち受ける幻想的な体験に終始されたゲームデザインは間違いなく本作でしか味わえないものですし、和風ホラーに興味があり PS5 を持っている方であればぜひ一度プレイしてみてほしいと思える作品です。本作のどうしても対策に至らなかった点は、ゲーム中で感じられる非日常的雰囲気や神秘的な怪奇体験を描き出すことに注力されており、肝心のアクションゲームとしての完成度やストーリーへの没入感、奥深さなどにもう一つ手が回らなかったところでしょう。根本的なゲーム内で感じる達成感や熱中度を追求しきれなかったがゆえに、独特な世界観でいつまでものめり込める最高のゲームという評価を惜しくも逃してしまったと感じています。ゴーストワイヤー東京の和風ホラーファンタジーとしての素晴らしい点ははっきりわかりますし、刺さる人にはしっかり刺さるものを持っているからこそ、本作をプレイしていて感じた空洞はやはり無視するべきではないと感じました。それでは本日の動画は以上になります。今回は PS5 向けタイトルとして発売された単語ゲームワークスの最新作ゴーストワイヤー東京についてレビューをしてきました。本作はアクションゲームとして至らぬ点はあるものの、和風ホラーファンタジーとして徹底された独自性と完成度を誇る秀逸作であることはやはり多くの高評価に裏付けられるように間違いないと思います。ゲーム自体のボリュームもそこまで多くなく、比較的手頃に遊べるのも本作を手に取りやすい一つの理由になっていると思うので、 PS5 をお持ちで気になる方はぜひ購入を検討してみてください。また実際に本作をプレイされた方はご自身の感想をぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。おつぐです。失礼します。